はい、こんにちは、たくまんです。オペレーションスノーダウン8日目、こちらを完全攻略していきます。スノーイーフロッパーを釣る。一匹ですね。はい、そしたらどこでもいいので、釣り竿があるところに行きましょう。自分はね、釣りするときは大体この島に降りてまーす。まあ場所はどこでもいいんですけど、ここがね、敵も少なくて、ボートもあって、釣り竿もあるので、ここに降りてます。はい、釣り竿あるとこだったらどこでもいいでーす。あ、今ね、たまたまプロ用フィッシングを手に入れたんですけど、別にね、プロ用フィッシングじゃなくて、普通の釣り竿でもすぐ釣れるようになってまーす。来い！来たー！釣れましたー！これですね。これがスノーイーフロッパーとなってまーす。緑のね、アンコモンなんで、結構ね、簡単に釣れるはずです。このフロッパーね、食べても、体力が40回復して足が凍るだけなので、アンチ移動の時以外あんまり使えないアイテムなんですけど、一応ね、体力は40回復するようになってまーす。はい、スノーイーフロッパーを釣るだけで、収集ツール、トウピックっていうのをね、これを手に入れることができますので、皆さんも頑張ってやってみてください。はい、それとね、オペレーションスノーダウンを1日目から今日までね、全部クリアしてる方は、このね、スノーマンドのスキンも手に入れることができるんですけど、ちょっとね、自分はまだフレンドと組んだスクワットでトップ10に入る。これをちょっとクリアしてないんですよね。なぜなら一緒にするフレンドがいないからです。ということでね、一緒にするフレンドを今度ね、配信の方で募集して、みんなとね、一緒にスクワットでね、これをクリアしたいと思いますので、よかったらね、一緒にしたい方はチャンネル登録をして、配信の日を待っててください。明日から正月ぐらいのどこかで配信すると思うんですけど、ちょっとね、自分仕事もしてて、動画も作ったりしてて、いつ配信できるかわからないので、いきなり配信することになると思います。すいません。一応それを見逃さないようにね、チャンネル登録をして、チャンネル登録をしたら、ここにね、ベルマークが出てきますので、このベルマークをクリックして、通知をオンにしておいてください。ここのね、通知がオンになってたら、自分の配信が始まったらね、配信が始まりましたってメールが届きますので、この通知をオンにしておいてください。一応3試合しかしないので、全部で3人かけ3回で9人しか入れないので、早いもん勝ちになってしまって、ちょっともちろん全員参加できないんですけど、その時のね、配信の早いもの勝ち3人でね、募集しようと思いますので、楽しみに待っててください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録とクリエイターサポートもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。